東安市中は、新末、中華民国の軍人。もともとは、天軍指揮官の一人で、後に、孫軍の側近となった。字はなけ。東安市中は、若年時代に、日本に留学し、東武志学堂で学んだ。1905年、中国同盟会に加入している。帰国後、新軍第19鎮廃長に任ぜられた。1911年、 昆明十九危機に参加している。1915年12月、五国戦争が勃発すると、党は、五国軍第一軍第一帝団第一支隊長に、任せられた。翌年、この時の軍港により旅長に昇進している。1920年12月初めに、党安市中、洋人、金関カナエラの雲南軍指揮官は、雲南軍の最高指導者である。 党を次行に不満を抱き、秘密裏に集会を開いた。党はもともと党と同郷であり、私的にも関係は良好であった。しかしこの時に党が党の打倒を決然と主張したことにより、会議では平変の速やかな発動が決議されている。そして、行が自身の上司である靖国軍第一軍軍長古品賃に対して軍を介して混迷を攻めるよう進めた。 翌年2月、帰り見、塔、陽、金羅は兵変を発動し、不意をつかれた唐は、香港へ逃亡。これにより、子が雲南を統治することになる。同年、唐安市中は、孫文の下に転じ、円桂総事令に任命された。1922年、唐は部隊を率いて、陳慶明を討伐し、後に、雲南軍の少量と連名で、孫文に、 関東へ戻って、政権を掌握する、要要請する伝文を打った。翌年4月から5月まで、陸海軍大元水府高級参謀を務め、間もなく、広州大本営軍政部次長に転じた。後に、四川戦員師を務め、陸軍上将に昇進している。1927年6月19日、東安市中は、国民政府代表に任命され、船に乗って、急行へ向かった。 しかし、船は南京の川もで、日本の商船、南陽丸と衝突して沈没、等は推死した。去年42、ありがとうございます。